日本京都菊高校吹奏乐部中午特别绕道台北故宫，当然不能错过礼品店。 翠雨白菜吊饰、肉形石、文创小物打中这群女高中生的心。新新闻独家掌握菊高校来台前有规划一份许愿拜访清单。九分に行きたいです。すごく街並みも綺麗で、映画に千と千尋の神隠しの映画にこう関係しているというふうに聞いたことがあるんですけど。 私は千と千尋の神隠しの舞台になった場所に行きたくて、その雰囲気だったりとか、その台湾らしいその建物の感じを見たいなと思います。愿望清单包含士林夜市、龙山寺九份、台北101、中正纪念堂和旗津彩虹教堂等，从北到南14个景点。这次来台也达成心愿，快闪到平溪放天灯。 大大的写下心中愿望，希望幸福圆满、平安健康。看到天灯飞上天，更是惊呼连连。这次来台，橘色恶魔们也感受到满满的台湾热情。空港に着いた瞬間に、大勢の方が、待っててくださって、写真を撮ってくださったり、プラカードで歓迎をしてくださったりして。 とてもびっくりしました。这次来台最大的重点就是前一天在北一女120周年校庆的惊喜演出。橘色恶魔们也透露，表演完后还有私下交换礼物。昨年度にこう交流させていただいた時に、仲良くなった友達とは結構頻繁にこう連絡LINEでLINEのアプリを使って連絡を取り合ってるので、またこうしてまた再び出会う機能出会うことができたので、すごく嬉しいです。 就算分隔两地，用音乐维系感情，延续台日好友谊。记者陈祥伟、黄蓉怎么报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。